片山厚氏は、日本のジャーナリスト。テレビ、岩手常務取締役報道制作局長。元日本テレビ放送網、株式会社海外ビジネス推進室長。台湾、黒剣テレビ番組制作副社長。NNN 事務局長。伊ッ理事。青森県三湖郡小野辺町出身。血液型大型。趣味、スキー、ゴルフ。 青森県立八戸高等学校、上智大学外国語学部英語学科卒業。高校在学中に実用英語検定一級合格。大学時代にロータリー財団小学生として、米国に1年間留学。1984年に日本テレビ入社後は、報道記者として活動。社会部、外報部、カイロ支局長、ニューヨーク支局長、外報部長。 経済部長、解説委員などを務める。グリコ、森永事件、三井物産マニーラ支店長誘拐事件、ロス疑惑、湾岸戦争、ユーゴスラビア崩壊、ソマリア内戦、アメリカ同時多発テロ事件など、主に海外ニュースを取材。2011年12月1日、黒剣テレビ番組制作副社長。バラエティやドラマ制作、取材ロケ、 観光 PR 事業、テレビショッピングなどを統括。2014年6月1日、日本テレビ報道局次長兼マルチニュース制作部長。NN24、BS 日テレ真相ニュース、コンテンツデジテル展開。2015年6月1日、報道局次長兼ネットワークニュース部長。系列各局のニュースギャザリング統括部門。 2016年6月1日、海外ビジネス推進室長。海外への番組販売、フォーマット販売、海外事業者との番組共同制作、東南アジアでのエンターテインメントチャンネル運営などを指揮。2018年6月20日、テレビ岩手に出向し、取締役報道制作担当、編成局長。2019年8月31日、日本テレビを 定年退職、テレビ岩手に転籍。2020年4月1日、テレビ岩手取締役編成、報道制作担当編成局長兼、報道制作局長。2020年6月、テレビ岩手常務取締役報道制作局長。ありがとうございます。